ございます。島です。島の元ブログ、略して島ブロです。ふむかーなーグループでちょっと温泉ツーリング2日目ですね。黒潮ライン行ってきます。走ったら涼しいですね。ねえ、二日酔いですか？二日酔いやばい。え、マジですか？はい。めっちゃ偉い。結構飲んでましたもんね、昨日ね。そうですよ。あ、ほんまですか？タンクバスが景色がすごいんですけど。やばいですね。横波黒潮ライン来たんですけども、KWT さんがですね、ちょっと昨日飲みすぎで気分悪いということで急遽、吐きに帰りました。ただいま時刻は10時8分です。絶好の天気になっております。ツーリング日和ですね。なんかすごい道に来たんですけど、なんやこれ、北海道です。これなんか北海道もこんなんでしょうかね。32号まっすぐ。どっかで覆面とか降りそうで怖いんですよね。覆面の、はい。はい。ああ。この辺すごい多いんだよ。へえ。そうなんですね。はいはい。まあスピード出ますからね、どこもね、高知。いや道がめっちゃ広いし、車もおらんし。はい。矢島さん早い。めっちゃいいですね。わーめっちゃええわ。全然車おらんじゃないですか。宮島さん、だいぶ気合入ってましたね。あのぐらいのでかいコーナーだったら唯一こいつの特技だからね。そうなんですね。あれでもハーフスロットルぐらいだけどね。ボムスとかでかいもんね。ハーフスロットルだったらしいです。だったの？で余裕シャクシャクだった。余裕シャクシャク。午前中はさすがにまだ混んでねえから3時に5か通る人もいないからバラバラだな。前ぐらい
高速に行く付け前あたりなんで行きましょう。次は目的地はひばり食堂。はい、なんか見えました？これやばいんちゃうんすか？これめっちゃ並んどるじゃないですか。これどうすんの？どうすんこれ？これ無理やこれ。これでやめましょう。やめましょう。これバイカーの聖地？聖地なんすかこれ？バイカー集まりすぎる。これ行くんか？めっちゃ混んでるな。あ、大丈夫でしょう。行くみたい。1時間ぐらい待つんちゃうんすかこれ。そんなに待たんだろう。いやーめっちゃおったでしょ。めっちゃおったけど、そんなに待つんだったらみんな行けないんだろう。今2時ちょうどぐらい。いい景色ねえ。おお。あ、とうとう長瀬に戻ってきました。はい、これぐらいですね。無事に帰ることができました。怪我もなく、トラブルもなく、若干マイクマンのフォトブログ楽して昨日ビデオで録画しました。お母さんの様子に出てきたんですけどね、走行距離が433.3キロ、ガソリンの方がまた2メモリー残しております。めっちゃくちゃ燃費ですね、このバイク。2周で往復できました。ということで、シマのモトブログ略してシマブロー2日間ブログお疲れ様でしたということで、進めさせていただきたいと思います。ではまたスリング行けたらアップしますので、皆さんまたよろしくお願いします。Thank you.